びっくりしてるやん、あの人たち。今更かよ、ほんと。ん？これ逃げるイベントもしかして。音楽がそれっぽくなってるよ。大丈夫？あ、始まった始まった。追ってはかかってないみたいな。あ、追ってはかかってるわ、かかってるわ、かかってる。ジオカルビ来たわ。ジオカルビハンバーグ来たわ。追いつけると思うなよ。私は昔陸上部主将だったこともあるんだ。おとなしくするんだ。階段なんてすぐ登ってやろう。しかしこの女子たちになかなか追いつけないっていうところを見ると、この子たちも陸上部女子主将級の人たちなのかもしれません。抜いてく、おとなしく抜いてく。誰が一番か勝負しようじゃねえか。私だということを見せつけてやろう。やったね、一番乗りだね。そういうゲームじゃないからね。あっ、そう、私先頭走ってたはずなんだけども。やってくれたな、許さんぞ。ええ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あれあれ、藤子ちゃんみたいになってるよ、あなた。え、嘘。え、チャキチャキチャキって、え？あなたには随分手こずらされたわ。でもこれでようやく終わりにできそうね。リサちゃん、柏木さんどうして。柏木さんやっぱり怪しいと思ってたんだ。なんてことは、憧れのリサさんが悪党の仲間だったんで。さすがリサさん。さすがリサさん、そのミステリアスさ、惚れ直します。ありがとう。それじゃあ、こういうのはどうですか。ジャーナリスト柏木理沙というのは、世を忍ぶ仮の姿。はい。え？その正体は、WP コンサルティングの代表取締役、神尾玲子。これは本当の話よ。すごい。まさか、衝撃の事実だ。私が貸したスマートフォンね。GPS がオンになってるの。それを使ってあなたの居場所をこの彼らに教えていたの。なんかおかしいと思ってたんだよ。この二人がヘマをして、うん、あなたに防衛関係の官僚に現金を受け渡すのを見られてしまったのが始まりだったわ。取引先の兵器を採用してもらうため、話しかけてきたんだな。ちょっと便宜を図ってもらおうと思ってね。あの時は、うん、私の判断であなたを始末しようと思ったのだが、行く先々で異変が起こり、何度も失敗した。やってくれたな、畜生。せっかく私があなたの居場所を教えたり、おびき出したりしてた。色仕掛けしたり、やーだこうだ、好きだろ、なんだの。でも今なら納得できるわ、うん。あなたを取り逃がし続けたのは、そのとてつもない能力です。許さん。あなたたちを責めることができない。服をひんむいて、もう生まれたままの姿で、もうウルトラマンに差し出すぞ。一緒に行動しているうちに気づいたの、うん、あなたのいる場所にしか異変は起こらない、はい、最初は、うん、社長何言ってんだと思ったよ、うん、でも確かにお前のいる場所にしか異変は起こってねえからな。じゃあここ起こすぞ。その能力を使えば、うん、とてつもない兵器ができる。もうそれまでの兵器が役に立たないくらい。皆さん周り見てください。あの怪獣やらウルトラマンを兵器にした方がいいんではないでしょうか。あなたを始末するのをやめ、私まともな意見だと思うんですけども、うん、我々 WP コンサルティングのサービスとしてね。あの人でかい人たちの方がいいんじゃないかな。この人たちは負傷しているから、うん、これ以上怪我させないように捕らえなさい。抵抗すると怪我するからやめてね。抵抗しますよ、拳で抵抗しますよ。俺ら抵抗するで、拳でな。打たれた足の痛みをこらえつつ逃げようとする。自分の能力で足の傷を癒せないか試してみる。試してみよう。ものは試しだ。ここで能力を全て発揮してみせよう。来てる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 。そしてこの気を溜めて溜めて溜めて。ああ、癒しの術。わけない。
すがね。いいだろう。生き残ってみせるぞ。ちょっと待って、ドックン。マトリックス。ユキちゃん、危ない。何これ今の。追い込まれてますよ。確実に追い込まれてるよ。あ、死んだな。いや、悪は滅びるよね。ちょっと待って、もし何も言わず柏木を助けあげる。柏木のことは許せないが助けあげる。もう僕のことは諦めると約束するなら助けるという。社長を今助けますと言って柏木。僕を社長にしてくれるなら助けると不責任笑う。僕に丸々してくれるなら助けると微笑みかける。ダメだ、柏木さんを引き上げる力がない。許すことはできない。丸々をしてくれるなら助けてやろう。僕に丸々してくれるなら助けます。何なの丸々って。とにかく何でもするからお願い助けて。まん丸巻き、巻きだな、巻きに見えてたな。まん丸してくれるならな、いいと思いますよ。まん丸ってね、丸丸です。柏木さんはヘリに向かってください、うん、僕はユキさんを連れてきます。私はあなたの圧倒的な力で、うん、戦争というものを無意味なものにしたかった。わからんでもないですけど、弟のような悲しい出来事を起こしたくなかった。リサさん、大丈夫大丈夫。はい、さっさと乗りなさい。なんだ、ユキちゃんね、行きましょう。やっぱユキちゃんが一番ね。裏表ないユキちゃんが一番。おい待て、まだ人が残ってる。もう残ってないでしょ。ダメだ、これ以上待つとこっちも危ない。そう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 。私のことほっとくの？あの。あ、そう、これ以上待てな。ありがとう。ゆきちゃん、ごめん、君を助けることができなかったと謝る。ごめん、僕のせいで君を巻き込んでしまったと謝る。なんだって僕ばかりこんな目に遭うんだ。もう下手で動けないと観念する。いや、こんなとこでありがとうって言ってくれるってすごいね。うん、そうね、みんな多分この辺選ぶでしょ。ごめん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 謝るでしょ。日本人はね、ごめんって謝ることが多すぎるんですよ。ヘトヘトだ、動けないと。もうヘトヘトだ。動けないよ。帽子で見えねえ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。どういうこと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 。ねね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 、これから私はあなたにさよならを言え、ごめんなさいを言わなければなりません。私はこの星に住む河野ゆきではありません。宇宙を治めない思念、それが私です。思念、私は長い間宇宙を旅してきましたが、ある星系から強大な影に追われ傷つき、休息を必要としていました。そこでこの星に立ち寄り、ハイテンションで街へ繰り出したあなたを見つけたのです。私の最初の姿はこんなんだったな。そういえば休息の間、私を守ってくれるものが必要でした。そのためあなたに力を授けました。預けました。影を追い払うほどの力を渡せませんでしたが、それが精一杯でした。あ、そういうこと。私は河野ゆきというものの思念をもとに、その姿を借り、あなたの記憶に干渉して守りたい人となりました。そして力を取り戻すまでの間、河野ゆきの思念に隠れ、影から逃れようとしたのです。あったね、この地下室、地下鉄。影は私が長い間得た知識と力を宇宙を支配するために利用しようとしています。うん、私は影にとらわれるわけにはいかないのです。しかしこの星でも影は次々と現れ始めましたと。その中であなたといる時間はとても興味深いものでした。あなたは河野ゆきに激しく高ぶっていましたね。確かに高ぶりすぎて実は震えてた。なんとか逃げ延びることができてよかったです。でもあなたの渦巻きヘラクレスカメレオンのモノマネが聞けず残念です。あ、もうみたいな。そういえばとても大きな食べ物も食べましたね。私の分も食べてくれてありがとう。
まあ、死年体なら食べる必要ないもんね。そう、その後あなたは危険を試みず顧みず、炎の中に飛び込んできてくれましたね。とても頼もしかったです。あったっけ、あの後に訪れた病院で偶然河野ゆきの家族に再会した時、彼女の感情が高ぶっているのを知りました。私を狙う、影によって彼女の家族を巻き添えにしてしまうという思い、遠く離れた会場の小舟に飛びの、ああそういうことね。しかし影の追跡はやむことなく海の底からも現れましたと。ゆきちゃんの裸見ちゃったもんね、ここでね。そのため私は影に見つからないようにできるだけ思念を潜れ、潜めるよう、努めることにしましたと、うん、私が潜んでいる間の行動は今度ゆきの思念に任せるようにしました。あ、その時はゆきちゃんの本人の思念、あなたがこの星の住人を力で威圧した時、河野ゆきはあなたを守ろうとしていました。ゆきは私の予想を超える行動を取るようになっていきました。本来河野ゆきはあなたに守られなければなりません。しかし彼女はあなたを身を挺して、まで守りたい存在だと思うようになっていったのですと。恋人同士みたいにね。でもお互いを思うあなたと河野ゆきの信頼関係をとても頼もしく思ったのを覚えています。不気味な研究所であなたとユキを指さした時は彼女はひどく悲しんでいましたよと。いやいや、あの2人も私を指さして、私は今までずっと一人で旅をしていました、思念絶えたもんね。その中でもこの星での旅はとても興味深いものでした。なるほど、あの WP の力を利用しようとする発想と執念はこれまでの影とは違う、初めて見る脅威でした。確かにね、あなたの一見、バータリー的な判断が結果としていい結果につながっていたのも興味深いものでした。まあ突発的ですね。私下水道の中を住んだりいろんな場所に行きました。今では全てがいい思いです。日記みたいだなこれ。あなたと共にいた時間は短かったですが、とても大切な時間になりました。ゆきちゃんはね、優しい子だったからね。姿を借りたゆきには長い眠りから呼び起こすようなことをして申し訳ないと思っています。でもあなたの献身的な働きには感謝しています。おかげで力を取り戻すことができました。これゆきちゃんの思念どうなるの。あなたの思いもよらない行動には何度も驚かされました。とても楽しかったです。楽しんでたんかい。守ってもらったのがあなたでよかった。降り立ったのがこの星でよかった、さて私はそろそろ元の旅に戻らねばなりません。えらいことになったなこれ。これどこ行くの、元のゆきちゃんは大丈夫なのこれ。想像以上の結果になったぞこれ。あのもうお、どうなる。ありがとう。ゆきちゃん、どうなるの。さようなら。いや、私も一緒に行こうか。その宇宙の広大な海へと。こんな星なんて未練なんてないよ。ゆきちゃん。あ。ふざけた格好だ。教えて、うん、僕の行動や考えていたことは僕の意思じゃなく気づかないうちに君に与えられていたものだったのか。自分で選んだ選択肢ではなかった。君と経験したいろいろなことも、君への僕の感情も君から与えられたものなのか。私から与えられたものです。はい。ユキさんは答えてくれなかった。別の星に行っちゃったのかな。いや、僕は自分の意思で行動しユキさんへの感情を抱いたんだ。自分の意思だったかどうかはどうでもいい。今はそんなことを考えてる場合じゃない。まあ自分の意思です。やっぱそんなこと考えてる場合じゃないね。確かにまずいそれ。何がないかで大丈夫だよってユキさん言ったけど、これまずいじゃん。
え？あれ？お、え、え？目が覚めたか。え？あれ？ユキさんは？ユキ？誰だそれ？ユキって知ってるか？いや、誰だ？私も知らないわ。え、え、記憶から？そうだ。確か彼女からそうブレスレットをもらっていたんだ。あ、あった。ほら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 ある。ほらこれユキさんからもらったブレスレットよ。あ、消えた。見るの遅い。何めっちゃにらまれてんだけども。なんだ腹でも減ってるのか。ほらこれでも食べときな。何それ。唐揚げ大臣って、いや食べた食べるけど食べるけど、紫の悪夢と呼ばれる一連の異変はわずか数日の出来事であった。世界中の研究機関が数ヶ月もの間その現象と原因を調査したが何もわからなかった。巨大異星人や巨大怪獣の出現により宮都市を中心とした120キロ圏は、甚大な被害を受けた。ウェブライター大塚は、一連の異変での自らの体験談を刊行しベストセラーだった。神優は逮捕され、組織が今回の異変にどのように関わったのかに注目に集まると、この物語の主人公柏木ジジイは何らかの形で一連の異変に関与したと言われている。柏木は自らを救世主となったと、消えちゃって最後まで読めなかったですけどもね。柏木ジジイでしたね、私そういえばね。さあどうなる。あ、クリアーです。来ました、柏木リサ氏逮捕。美人なのにな、もったいないね。あー、なるほどね、悲しみよね。一輪の花を300万で買い取った若者と、とんでもないやつだ本当。異変の中警察官たちの苦悩と、懲戒免職あの人ね。え、これアイテム買えるの最後。新アイテムない、新アイテムないぞ。え、これでどうなるの。え、もうタイトルに戻るだけこれ。資産はでも1億ありますね。え、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億ありますね。え、これでじゃあもう終わりってことだよね。タイトルに戻りましょうか。セーブ画面に進みますと、というわけで、タイトルの方に戻ってまいりました。皆さん、最後までご視聴の方ありがとうございました。いやー、びっくり。まさかあんな結末になろうとはね。まあステージ17まであるということでね、もう全何回になってるのか分かりませんけども、無事ゴールすることができました。新しく1ステージから始めるとまた何かあるんでしょうかね。そこら辺は分かりませんけども、繰り返しプレイすることによってもしかしたら何か特典とか新衣装とかね、もしくはコインとかもこう引き継いでなんかよりなんか買えるものが増えるのかは分かりませんけども、その辺をねぜひ、このソフトを手に取ってプレイしていただけたら私はね嬉しいかなと思います。私もまた2週目自分でね、プレイしてみたいと思いますのでね、楽しみです。それでは皆さん本当に長いこと、お付き合いいただいてありがとうございます。そしていつもコメントいいねとかね、グッドボタンとかね押していただいた方も感謝感謝でございます。それではまたこういう系のゲームが出た時にどうぞよろしくお願いします。またお会いしましょう。ベルクラでございました。皆さんの良きゲームを。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、
携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。